皆さんおはもか。夢の世界のお花畑に住んでいるバーチャル YouTuber の花城もかです。今日は11月4日、誕生花はサフランです。サフランには歓喜、角を慎め、乱用するなといった花言葉があります。これはサフランはヨーロッパで人を呼ばせ、角に用いると脳と神経を刺激し、歓楽の旅を過ごすようになると言われていたことに由来します。ただお酒の酔いを覚ます性質があるとも信じられていたといった説もあったそうです。サフランは料理にも使われるスパイスとして有名ですね。血行改善効果があることや、更年期障害、月経不順、生理痛、ヒステリー、他にもうつ病や不眠、冷え症、動脈硬化などことに効果を発揮し、中枢神経を活性化させることによって記憶力も増進すると言われています。なので実はすごいお花です。ただ子宮を収縮する効果も持っているので、妊娠中の方は控えるようにしましょうね。その他にもニキビやクマ、シワやくすみなどの改善にも役立つため、サフランを使ったサフランオイルはクレオパトラも愛用していたそうですよ。またサフランはギリシア神話にも登場します。花の女神フローラが秋に咲く最後の花として、子羊が昼寝をするためのベッドとしてこのお花を咲かせたと言われています。なんだか一方なんとかテールを思い出しますね。よければ皆さんも調べてみてくださいね。それでは花城もかでした。今日も素敵な一日をお過ごしください。いってらっしゃい。